今回はですね、ちょっと教会の方にノースアゼードに行くのでフリーバスを利用しようと思います。で、ああいうバスなんですよ。フリーシティコネクターってあって、あのバスから移動するんですけど、このバス停から、はい、行くことになります。あっちだと逆方向になるんで、ちょっとあとね、3分4分ぐらいで来るはずなんですけども、とりあえずちょっと待機って形で、はい、行きます。このバスに、はい、乗っていきます。はい、ピーピー、はい、はい、ハロー、ということで、はい、乗っていきます。 It's all good, good, good。 はい、ということで、このバスはね、ちょっと無料なので乗っていこうかなと。よっしゃということで、行きます。ちょっとね、スモークラスみたいについてるんですけど、一応景色を見えるって感じなんで、あれですね、イーズフリー。このバスとっても快適ですね。普通のバスとほとんど遜色ない感じで、はい、リュックバス、バスよね、って感じで、はい、ね、このフリーのバスなんですけども、やっぱりフリーってこともあってバスの中は綺麗なんですけども、バス停がね、標識が全然なかったりとかって感じで、ね、明らかにね、市民向けっていうか、ちょっとあんまりその初見で分かる人はまずいないんで、ホステルとかネットで調べないと、これはちょっとね、はい、難しいかなと思います。なので必ずね、皆さんもね、ちゃんと下調べしてから Google マップでも出てくるんで、それで、はい、調べてほしいかなと思います。教会じゃなくて病院なんですけど、全く病院見えないですね。ケアンズの病院がすごい現代的なものだったんですけど、すごいクラシックな感じですね。まあ、中はね、そうでもないと思うんですけど。センキュベリーマッチ。はい、ってことで降りました。ってことで、このまま、はい、進んでいきます。ちょっと用事があったんで、これからちょっと入ってね、から、はい、あのバス停の方に向かってきます。すごいですね。で、これでちょっとね、公園というか、ホステルに近いところのバス停まで行って、ちょっとね、フリーのやつが30分に1回しか出てないんですよ。なので、ちょっとね、時間潰してから移動しようかなと思います。3のバス停なんですけども、ここから、はい、帰ります。ここからここに行って、ここに行って、一周する感じですかね。まあ、一周しても全然、街を楽しめるんで、それ全然いいかなと、個人的には思います。はい、フリーのバスが来ました。このバスに、はい、乗っていきます。ちなみに行った時は 98C だったんですけど、今回は 98A というバスに、はい、乗っていきまーす。ということで、友達たちとね、みんなと乗っていきます。ここもね、結構郊外の方、はい、こんな感じですね。まあ、これでぐるってね、バスに乗って、はい、一周していくって感じになります。あるところにね、教会もあって、で、教会とね、普通住宅地がね、壁の作りがね、もうほぼ一緒っていうか似てるものが多いんですよ。だから、ね、昔から使われてるものも多いのかなっていうのが感じします。バラがね、今の時期ちょうどいい時期で咲いてますね。本当ね、街ちょっと歩いたりバスからね、外眺めるとあるんで、癒されます。これでね、川をね、渡って、はい、アデードの市内の方に今、入りました。でね、景色がね、はい、見れるんで、やっぱりですね、車載動画はね、結構、個人的に、手が見る人多いんで、そうですね。あ、もうね、やっともう、目的地というか、はい、近くにまで行きました。Thank you。 はい、ということで、はい、そこにホームに到着しました。はい、思った以上近かったですね。はい、ということで、こんな感じですね。このバスね、皆さんもね、 98A、99A で、ね、分かると思うんで、はい、ということでね、こんな感じです。皆さんもアデード市内お越しの際は、ぜひとも、はい、このバス利用してみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画も見ていただければ嬉しいです。では。